レコメンラジオドラマ紡ぐ 1% の初恋スペシャルアフタートーク。ここからはレコメンの中で今年1月に放送されたポケットカード提供ラジオドラマ紡ぐ 1% の初恋スペシャルアフタートークコーナーをお届けします。このコーナーは紡ぐ 1% の初恋ロスの私矢吹奈子が本編で主人公の紡ぎの声を務められてました角間愛さんと一緒にお送りしていきます。ドラマのストーリーをもとに恋愛にまつわるトピックを自由に素直にお話ししていきたいと思います。角間さん、本日もよろしくお願いします。早いものでもう最終回が、ね、来てしまいました。ドラマの、ね、タイトルにも、うん、紡ぐ 1% の初恋とあるんですけど、うん、初恋の相手と結婚する確率は 1% と言われていて、本当、うん、改めてねこのラジオドラマはとてもロマンティックな内容になってますよね。そうっていうシーンもあったりしつつ、うんうんうん、でも温かい気持ちになれるものですね、うん、はい、ということで早速ね本日のトークテーマに行きたいと思います。はい、最終回となる今回のテーマはこちら、理想のプロポーズは。プロポーズ、ついにここまで来た来ましたね初恋からの、はい、物語の主人公紬は初恋の相手流星と再会し、ついに2人は結ばれることになります。第14話では美容師の流星らしい粋なプロポーズシーンが印象的でしたが、あれはどうでした？キュンときました？なんかちょっといい、ね、オチをちょっとオチをつけないと思って言ってましたけど面白さもありつつ、でもなんか2人らしい感じがしていいなって思ったんですけど、私結構なんか漫画読みすぎとか作品に触れすぎて、はい、こう理想とかこれ楽しい、この世界だと最高って思うのと、はい、実際に自分がされたら、あ、なんか急にリアルだと違うかもか、なんか割と乖離してて、割とリアルに考えると漫画の世界とリアルとかちょっと違うタイプかもしれない。そうか、散々恋愛の話してるからそう、ほら難しいかも、はい、でも理想は自分が思いつかないやつで、お、寒くないやつがおもろってなっちゃわないやつがいいか。あ、おもろじゃない方がいいんですね。笑っちゃうよりかは、うん、えみたいな、そう、え、なんか本当に感動した方がいいかも、人生でね。めっちゃハードル高くないですか？高いの、だからもう自分じゃ想像つかないやつが欲しいかもしれない。理想ある？理想ですか、うん、ちょっとな、どういうのがいいんだろう、うん、なんかフラッシュモブはやめてほしいですごめんなさい、あの本当になんかあんまり第一ね、できれば2人の空間か、まあ、あ、そうだね、レストランとかでもそんなね周りに聞こえないぐらいの声がいいかもしれないな、うん、朝と昼と夜だったらどれがいいあんま聞かれない質問ですけどプロポーズ朝昼夜どれがいいか二人の空間でめっちゃあっちが作ってくれた料理のフルコースみたいなの、素敵。で最後にパカって開かれるお決まりなんですね、パカッでもなんかどっかに隠されててとかもありかもしれない、うんうん、え、謎解き、え、楽しいね。なんか普通にプレゼント用意したみたいなテンションで、うん、どこにあるでしょうみたいなって、見つけたって、何これって見たら指輪、え、みたいな、え、ポケットカードさんに新しいドラマ作ってもらおうよこれで、これで、ね、かわいい、めっちゃ良くないですか、最高なんだけど、キュッてくる、それ正解出た、これをぜひお願いします見たいです、はい、ということで、はい、あっという間に最終回、うん、終わりとなりますけど、ね、うん、4回やってきていかがでしたか？いや、楽しかったです、ね、ひたすら、もっと喋りたかったですね、本当に、うん、いや次のね、うん、ラジオドラマも決まったということで内容決まったということで、はい、ということでこのドラマの本編はレコメンラジオドラマ紡ぐ 1% の初恋公式サイトにて全編チェックしていただけます、うん、本編が気になったあなたも、もう一回キュンとしたいそこのあなたも、ぜひサイトに遊びに行ってみてください。はい、ちなみにこのラジオドラマは提供のポケットカードさんが発行する P1 カードが毎日のお買い物の請求時に自動で 1% オフになるクレジットカードということで生み出された 1% にちなんだ物語なんです。 1% の幸せのかけらを集めたつむぎちゃん同様に、リスナーの皆さんも P1 カードがもたらす 1% の幸せを積み重ねてみてはいかがでしょうか。
ぜひ P1 カードもチェックしてみてください。お願いします。ということで、レコメンラジオドラマ紡ぐ 1% の初恋スペシャルアフタートーク、今回が最終回でした。皆さんの恋する思いもどうかね、紡がれていきますように。いきますように。ということで、かくまさん、はい、かくまさんありがとうございました。